岩渕智さん日本共産党の岩渕智です東日本大震災と東京電力福島第一原発事故から9年8ヶ月が経ちました被災者の生活と生業の再建はこれからですでこうした状況の下あの被災地の基幹産業の一つである漁業は不良が続いて台風豪雨災害コロナ禍が重なるなど 被災地、被災者を取り巻く環境は厳しくなっています。国が被災者の生活となりわいの再建のために、最後まで責任を果たすことを強く求めます。原発事故によって、福島県内外で今も多くの方々が避難生活を強いられています。震災支援ネットワーク埼玉というところと、早稲田大学災害復興医療人類学研究所というところがですね、 あの福島県内7つの自治体の協力を得て、首都圏に避難をする約6000世帯にアンケートを送付をして、そのうち先行回収分をです、ね、分析した結果をもとに、今年の6月に総理と復興大臣に対して要望を行っています。でこののの要要望望趣旨とです、ね、要望の柱についいてて紹介をしてくださ復興庁統括官 本年6月、震災支援ネットワーク埼玉及び早稲田大学より、原発事故避難者に対するアンケート調査、およびその分析結果に基づく要望書をいただきました。その中で、避難生活が長期化する中での避難者の健康状態悪化に,悪化に対する支援、失業状態の継続や生活費の不足などの経済的困難に対する支援、 家賃補助の再開など住宅支援の再開と継続などにつきましてご要望をいただいたところでございます。岩渕智さん。はい、あの趣旨も紹介していただきたかったんですけど、帰デ統括官あ、すみません、帰デ統括。はい、え、これはあの委員あのお話でございましたように、えー、被災避難者の方にアンケートを行い、その分析をも、えー、行った上で、えー、国に対して必要な 支援を検討するようにという形で、そういう趣旨でご提出いただいたものと考えております、はい、岩渕智さん、はい、あの要望の,、ね、あの中身に書いてある趣旨があの非常に重要なので、私から紹介しますけどあの、原発事故から9年が経過した今もなお、原発事故の区域内避難者および区域外避難者ともに、甚大な精神的苦痛が持続している事実を真摯に受け止め、社会全体で避難者の苦難を共有し、 苦痛をなくしていく努力を今後も長く積み重ねることを国として鮮明した上で、継続的かつ実効的支援を行うことを求める、こういう趣旨なんですね、これ非常に重要だと思います。で調査の中では、あの避難生活によって高いストレス状態が長期にわたって続いて、まあ、持病の悪化が認められたという方が46.1%、震災後に新たな疾患を患った方が62.6%にも上っています。 で首都圏への避難によって、生活環境が大きく変化をしたこと、で人間関係の喪失と悪化、なりわい、生きがいの喪失、こういったことが重なることで、健康状態の悪化が広く認められるとともにですね、介護が必要な避難者の方も増加をしています、で同時にあの収入が200万円未満の世帯が、震災前と比べて約2倍になるなどですね、 経済的に困難な世帯が増えているということなんですねで一方国はあの国民健康保険で後期高齢者介護保険の減免措置を縮小してきましたで一部負担金の免除が現状では来年の2月末まで,で保険税の減免が3月末までというふうになっていますそこで大臣にお聞きをするんですけれども 今、ご紹介をしたように、避難者の皆さんの健康の状態や財政的な状況を見れば、この減免措置は当然継続をするべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか平沢副公大臣国民健康保険等における一部負担金等の免除を行った保険者に対しまして、これまで原子力災害地域の厳しい状況を踏まえつつ、国として、 財政支援を継続してきたところでございますその一方、本措置については、昨年末に閣議決定された復興の基本方針において、被保険者間の公平性等の観点から適切な見直しを行っていくとされたところでございます。具体的な見直しの内容や時期については、厚生労働省と連携して検討を進めていきたいと考えております。 岩渕智友さん。はい。えっ、ー、と資料の1をご覧いただきたいんです。でこれはあの新潟県原子力発電所事故による健康と生活への影響に関する検証委員会の生活分科会というところのあの検証結果案から抜粋をしたものなんです。でこれを見ていただくと分かるように避難によって単身世帯と二人世帯が増加をしてで就業形態のあの変化っていうことで。 えと避難によって正規職員が減少し、えー、無職やあの非正規で働く職員の方が増加をしていると、そしてえ平均世帯収入がですね月10.5万円も減少をあのしたということを書かれているわけですね、で山形県もですね今年の7月に調査を行っているんですけれども、ここで困っていること、不安なことという問いに対して、生活資金、 身体の健康と回答した方が5割をどちらも超えてるんですね、で医療費などが、ね、この無料だからなんとかなってるという声も寄せられてまして、あの先ほど大臣がです、ね、あの復興の基本方針では適切な見直しをするというふうに言ったんですけれども、これ、福島県も自治体もです、ね、継続求めてるんですよねで、これまで通り継続しなければならない事態が実際起きてるっていうことなんです。 なのでね、この継続を強く求めたいというふうに思います。で、これだけではなくて、あの固定資産税もですね、避難指示解除後、3年度分は2分の1減額をされるんです。で、そのあは、あの各市町村による条例対応ということになるんですね。で、宅地の固定資産税は、住宅が建っている場合は、減額措置があるんですけれども、 住宅が解体をされて、さら地になると、軽減措置がなくなるとで、その措置がなくなれば、まあ、最大で6倍の固定資産税がかかるということになります、すで既にあの避難指示解除をされている方の中からは、まあ、自宅の再建は諦めたんだけれども、土地も売れずに固定資産税だけ払っているという方や、戻りたくても戻れないから、苦渋の決断で住宅をさら地にすると、固定資産税がアップすると。 減免をお願いしたいという声が寄せられていて、帰還困難区域に自宅があるという方からは、泣く泣く汚染された自宅を解体して、税金だけを取られるのは理不尽すぎると、特例措置延長してほしいという声が寄せられているんですねで、この固定資産税の減免を延長するべきではないでしょうか大<臣>答弁できますか、平沢大臣。まずあの 保険料の減免措置の問題ですけれども、医療費の減,あの減免措置のというか、減免特例措置の問題ですけれども、これにつきましては、来年度の取扱いも含めまして、この減免措置の具体的な見直しの内容や時期については、被災自治体のご意見もよくお聞きしながら、検討していきたいと考えております。被災自治体の意見を聞き それから固定資産税につきましては、避難指示区域における固定資産税等の課税免除につきましては、避難指示の新たな避難指示が解除された区域のうち、市町村長が指定する区域内の土地および家屋にかかる固定資産税等について、原則3年度分、その税額の2分の1が減額されるというのが現行の制度でございます。今はまあ各自治体の判断で 復興の進捗や個々の固定資産の実,実態等に応じ、特例終了後に同様の特例を設定するなど、個別の減免を条例で行うことが可能になっております。で、この減収分は、震災の復興の特別交付税により、減収を補填されることになっているわけでございます。まあ、現時点で本特例の延長に関する自治体からの要望については、 特段承知しておりませんけれども、いずれにしましても適切に活用されますよう、しっかり努めていきたいと考えております。 岩渕智さん、はい、あの冒頭ね、医療費の問題についても、現場の声聞くって言ったんですけれども、現場は継続してほしいってことを求めているので、これぜひあの継続してほしいってことなんです、で固定資産税のことは、あの自治体から声上がってないっていう話でしたけれども、現場ではそういう声出てるわけですから、これもしっかり聞いて、実態に合った対応をね、これも強く求めたいと思います。でこういった、ね、問題を含めてあのじ 時間の経過とともに、ですね住民税の減免措置や、応急仮設の供与など、次々打ち切られてきてるんですよね。で、そうした中で、避難する方々の実態、どうなってるかと、で今日紹介をしたように、新潟県とか山形県とか、あと東京都なども、避難をする方々を受け入れる自治体や市民団体の皆さんが、独自に調査を行ってきてるんですね。で、これまでもこうした調査を紹介をしながらですね、 国が責任を持って実態を調査する必要があるんだということを求めてきましたで山形県は避難者のニーズを把握して今後の避難者支援に資することを目的として実施したと言って調査をやってるんですねこれ実態つかまなかったらこれから何が必要なのか何をすればいいかってこと分からないわけですよねだからやっぱこの実態の把握っていうのが大事だと思うんですけれどもあの被災者に寄り添って きめ細かい対応をしていくと大臣も言うのであればね、あの避難者の実態をつかむのは大前提だとで、国が責任を持って実態を把握するべきではないでしょうか平沢大臣避難者の実態をしっかりと把握することは、私たちがいろんな政策を取っていく上での大前提でございますから、正確に間違いない実態が把握できるように、これからさらに力を入れていきたいと思います。まあ、今でも あの、例えば福島県なんか。では定期的に避難者のところを避難者に対し、定期的にこういった相談の窓口などについて周知し、個別にの状況に応じた相談対応や個別訪問を実施していると聞いております。また、あの各生活再建支援の拠点では、住宅、生活、健康など様々な課題を把握し、必要に応じて関係機関と協力して。 解決につながるよう努めていると聞いておりますけれども、まあ、いずれにしましても、こうした取り組みを通じて、福島県や避難先の関係団体と連携し、避難者の実態把握や生活再建の支援に力を入れて取り組んでいきたいと考えております岩渕智さん、はい、あの福島県がっていうことだけじゃなくてね、国が責任持って実態つかんでほしいってことなんですよ。 いいつもあの自治体から聞ててるって言うんですけどあの国がちゃんとつかまなければあのこれからの,あの対策取ることできないってことなのでこれ、しっかりあの国が責任を持ってやってほしいってことを重ねて求めておきますで原発事故からまもなく10年であのどれだけの方が避難をしているのかその人数さえも正確につかまれていないんですよねで浪江町の帰還困難区域に自宅がある方からは。 まあ4世帯10人で住んでいたけれども、6か所にバラバラになったとで、借り上げ住まいの息子夫婦は住宅支援がなくなって、家賃が発生して自宅に帰ることができないのに納得がいかないという声や、自宅は草が背丈よりも高く生えて、家の中はイノシシなどが荒らし放題で、原発事故への思いなど、話したくないけれども、悔しいという声が寄せられています。で原発事故のののの加害害者者でである国が被害者の実態をつかむのは当然のことで 実態もつかまないのに、対策打ち切ったり縮小したりするっていうのはとんでもないことです。で改めて国が責任を持って実態を早くするよう求めますで。次にですね、アルプスで処理をされた汚染水の取り扱いをめぐる問題について聞きます。っ、えー、と今年の2月に、ま、国の小委員会が海洋あ大、ま、気へ放出することが現実的な選択肢だとで、海洋放出の方が確実に実施できるという報告書をまとめました。でこれを受けて福島県内では あの県議会のほか、41の市町村議会で海洋放出に反対、慎重な対応を求める意見書が相次いで上がっています。で4月から7月末まで行われた意見募集ですけれども、あの意見ごとに切り分けて集計した総数8000を超えるわけですねで。そのうち海洋放出への懸念は5000件を超えていますで。海洋放出の決定など、とてもできるような状況ではありません。で資料2をご覧ください。 これは6月23日に全、えー、漁連がです、ね、通常総会で、まあ、汚染水の海洋放出に断固反対する特別決議を全会一致で採択をしました、これ非常に重いものだと思います。で福島県の漁業者は、まあ、血の滲むような努力を重ねて、今年の2月、ようやくすべての漁種の出荷制限が解除あのされましたで、来年4月の本格操業を目指しています。で決議はです、ね 海洋放出を行うことは、地元はもとより、全国の努力を、まあ、水泡に期すのみならず、我が国漁業の将来にとって壊滅的な影響を与えかねない重大な問題だと、厳しく指摘をしています。で、大臣はですね、10月20日の会見で、全漁連と福島県漁連の会長からの要望を受けたということで,で、漁業関係者の思いを受け止めて、どのように感じていますかっていうふうに聞かれて、漁業者の要望はごもっともで、 私が漁連の皆さんの立場だったら、もっと強くいったかもしれない、な漁民の皆さんの思いを無視することなく取り組んでいきたいというふうに答えてるんですね。で、漁業者の皆さんは海洋放出に断固反対だと言ってます。で、漁民の思いを無視することなく取り組むってことは、海洋放出決定には当然反対だということでいいですね、大臣平沢大臣。あのー 処理水の海洋放出が決まったということは私はまだ聞いておりませんけれどもいずれにしましても先ほど来の審議でもそうですけれども処理水の取り扱いについては風評の発生への懸念あるいはその他のいろんな問題でさまざまなご意見があることは承知しております政府としては先日開催された廃炉汚染水対策チーム会合も踏まえまして こうしたご意見に対しまして、風評対策や国内外への情報発信等について、今、検討を行っているところと承知しております。いずれにしましても、処分の方針は、決定してから実際に処分が行われるまで2年くらいはあると思います、まあ、その間の。ですから、まあ、どういう決定があのなされるか分かりませんけれども、決定が行われて、それから実際に処分が行われる2年間の間、 その間は、フルに使って風評被害の払拭とか、そういったことにしっかりと努めていく主張があるんじゃないかなと思います岩渕宗さん。はい、あの風評被害っていうんですけど、関係者の,あのご意見を伺う場の中では、風評被害じゃなくて実害なんだっていう声が上がったわけですよね、これ、私、その通りだというふうに思います、そしてさらに、この伺う場の中でね、海洋放出っていうけど、海洋放出しないのが一番の風評対策だと。 いう声も上がったんですよねで復興大臣なわけだから、経産省と同じことじゃ困るんですよ、海洋放出の決定、だめだってことを言ってくださいよ。時間が来ておりますので、えー、端的にお答えください、平沢大臣いやあの、ご意見としてはよく受け止まりました <laughs> 岩渕尊さん。 あの時間が来たのであの終わりますけれども、復興のやっぱり妨げになるんですよねで、当面の陸上保管の継続を行うことを強く求めて質問を終わります以上で岩渕友さんの質疑は終了いたしました。